はい、皆さん、なんとなく動画数がちょっと足んないのかなって思ったんで、ああなんだなこいつ、今ブンブンってタッチしてたのは、なんかこのアクセサリーは使用できませんの、なんかポップアップが出ちゃったから切っちゃいました。あ、切っちゃいました。OK 押した。押したら、消えるで。消えちゃいました。よしやでございます。はい、充電できてないってことかな、このアクセサリー使用してないとか。まあいいや、とりあえず。まあこのな企画がちょっと足んないのかなと思ったから、一応補充のために撮ってるやつです。趣旨的には、あの吉田が帰り道です。これ帰り道撮ってます。なんかあの車もさっき判明だったな、判明ライトだったね。何の車だまあ俺もは判明とこじゃないのか、もう片目ウインク状態だからな、車がもうライト変わる感じにやめえな。てかこれやばいのかな、あれよくよく思ったらこれ右目片目だけど、実はもともと右目半目だったのが今両方とも失って今片目ライトになってるけど、これ下手すりゃあの左目とかも寿命きてんじゃねえか。それはちょっと思うわ。吉田君、充電できるかな、充電してみよう。充電できてる、できてない、できてなかったらこの動画勝手に切れるよね、ちょっと怖いわ。まあいいや、それは企画が足んねえかなと思ったから足してます、1個。まあこれでやることは伊豆の総括を自分でもう一回振り返ろうかなと思います。そういう自分の反省点の時間です。題して吉田反省会、第1回です。第1回で終わるかもしれないです。もう一回あるかもしれないです。もう一回ぐらいあるかもしれないな、もしかしたら。はい、反省点、良かったこととちょっとどうかなと思ったこと、本日にはお伝えしなかったことで本来やる予定だったこととかをここのコーナーで裏話をして伝えていきます。いつもこういうコーナーないからね、あの結局本日にも伝えず動画でも言わず、あの人知れず消えていく観光地とかがあるからね、今回そこについて触れていこうと思います。まあ、反省会なんでメリットじゃなくて先にデメリットから。デメリットだったことを1つ目、まあ重たい順に言いますね。1つ目はあれ三四郎島っていうのかな、あの 俺らがあやべ繋がってないんじゃねみたいな、あの島か島に渡れるやつな、島か島に渡れるやつが あれ無理じゃねえみたいな、通れないんじゃねえみたいななってなった時になったわけなんですよ。ちょっといろいろなんか三段活用みたいになっちゃいましたけど、この通れなくねってなっちゃったの時間の、もしかしたら波が強いだけじゃなくて俺が根本的に時間間違えたかもしれなくて、一応干潮時間3時55分とは書いてあったんですけど、もしかしたらちゃんと調べればもっとちゃんと潮時間出てきて浮き出た時間もあるのかなってちょっと思いました。ただあんま正直そういうの詳しい情報を調べるような時間の猶予がなかったことをちょっと申し訳なく思います。でも俺はあの伊豆旅行に行く1日前にやべ企画の旅行の予定を立てないとって言ってギリギリで1日の夜で頑張って組んでるんで、ちょっと大体の干潮時間知ってただけでもご了承いただきたいと思います。はまあ残念な企画的には、まあ、あの俺は正直あっちの島行っても島に行ったってことしかできないよと言ってたんですけど、動画内では、まあ、それだけもだいぶねいい絵にはなったと思うんで、あの海渡れてるよみたいな、うん、またもうアメリアスが海を割ったっていうね下りとかもできただろうしね、うん、そうだね。でなんかそうここダッシュしようぜとかできたかもしれない、あそこだけ結構動画いけたと思うんでちょっと残念に思いますね。あそこだけリベンジってわけにはいかないんで、でもまあ社会人になってなんか暇の時があったらなんかやってみてもいいかなって思ってます。でもまあ社会人になってからやらないとは思うんだけどね、動画活動そもそも、まあ、追加で後から加えたりしてもいいかもね。動画活動はしないけどこの部分今回撮れるぞみたいな、キャンプしてたらあの辺キャンプ地でもあるからキャンプとかしてたらここ行けるぞみたいな、そういう感じでもしかしたらやれるかもしれない、後から加える方にできるかもね。急に成長するけど、俺ら身長とか変わんねえからな、うん、
まあそんなところは一つ目はその島から島の行き来がもうちょっとなんとかできたんじゃないかと、その道渡れるやつ。二つ目、最後のあの問い温泉だっけな、問い温泉のあの行って風呂入ったわけなんですけども、まあそこの方にあの俺がなんね常連の滝かな、あの2日目今日か今日に当たる日な、2日目のあれ、あ、すいません、なんか人がすんごい強引に渡ってきたからな、あ、なっちゃった片目だからすげえ見られんな、これ見ないようしようがダメなのね、そう、反省会リアルタイムだからな、こういうアクシデントいっぱい続出するんだよ。ああ、まあ信号は青になったからよかった。駅前は誰、なんで人が今日すごい渡ろうとするんだよ、危ねえな今日、片目なんだよこっちは。うん、パチン、デスウィンクではなくて、そう、二つ目は、そう、土肥温泉の近くに土肥金山っていうね、坑道があったんですよ、あの金の採掘場があったんですよ。で本来はそこに行く予定ではありました、プラン上は。プラン上行く予定であった。で、そうだね、で、そう、常連の滝、2日目の一番最初に見た滝、あの遠くからしか見えないんだけどな、七だるの方じゃない方だな、滝その2か所しか見てないからな、常連の滝の方ね、あれを行った時に確か券をゲットしたんで、あの観光地センターみたいなところで、おみほしが日本酒かかってたところだな、大学の教授かなんかに。そう、そこであの割引券とかも手に入れたわけなんですけど、ちょっと行くことができなかったということでね。まああれは行動なんでいい感じのことを取れただろうし、あの吉見百穴のあのね地下のところ見た感じでそういう下りも出せたかもしれない、結構いい位置やった。あと行動っていうのは今まで俺らの中になかったからちょっと加えたい分野ではあったんですけども、まあ惜しくも行くことはできなかった。正直ちょっとね行けないかもなと思ってて、夕方の6時ぐらいまでやってればワンチャンかなと思ったんですけど、夕方の5時だったんで無理でしたね。はい、もうちょっと伊豆の、 あの効率のいい回り方ができればワンチャンあったかもしれないんですけど、失敗しちゃいましたね。それかもうちょっと早めに集まって、あ、でもあんま変わんねっか、そこに関しては別に常連の滝は常連の滝を1日目に見れてたとしても大して変化は起こらないからな、片目なのに交番の前とちょっとなんか怒られねえから大丈夫か、片目だから相当目立つもんな、前までなのちょっと減ってるのと違って。はい、そうですね、まあそんなところです。金山が見えませんでした。3つ目、サンドスキー場の件に関して、サンドスキー場がまあサンドスキー場は2つ問題点がありますね。まずカメラの管理がちょっとあんまできてない、あそこら辺、まあその砂まみれになっちゃうっていう点があるんで、まあちょっとそういうところであそっちになっちゃったらおろそかになるってことはあったと思うんですけども、やっぱりちゃんと撮影地としてセッティングするべきだった。人がねせっかくいなかったんでね、三脚をね立てたね、ちゃんとセッティングして固定カメラとして撮っておくべきだった。でそれに関してのエブリオの充電とかできてなかったから撮れなかった、うまくのもある、うん、あとはあれだな、あのそうなんだろう、根本的にカメラの使い方が下手だった。個人さん的にはあのヘッドのあの頭のゴムのやつは持ってこなかったらいけなかったし、まあそれは俺がね根本的にはねサンドスキー場をちゃんと深くね読み込んだ上でね、あれないと困るなって思ってね、ハーネスとか持ってきてもらえばよかったんだけど、ね、それは失敗しちゃいましたね。はい、カメラの管理そんな感じだな。
あのもうちょっとちゃんとやっぱなんか汚れてもいい格好で来るべきだったな。そしたらもっとはしゃいぐことができたな。俺が無茶して変態行為をしたことになったからな。あれね、まあちょっと報われたっちゃ報われたんだけど、まあ体ボロボロになってからその立て直しは効いたし、あの立て直しの速さは褒めたい。そうだね。で、岩場とか抜けてったのもいいかな。結構あそこら辺もまあ面白い、めっちゃ面白かった気がする。どこででもセッション君が切れたのかによるな。セッション君切れちゃったんですよ、あの途中岩場のところに。切れちゃったかいとしてスマホに切り替えたんですけど、カメラを。そこも失敗があったから、それがなどうしようかなって感じでね。なんかうまくやれる方法があったかもしれないな。次4つ目はね、なんだろうな、4つ目、なんかいろいろあちょこちょこあるっちゃあるんだよな、ミスが。ちょっと探っていくか。一発目の城ヶ崎海岸、崖っぷちが岩場だね。崖っぷちが岩場のところはまああそこは良かった。そんなでもないしな。灯台もさっぱり、まああんま大したことないなって思ってさっぱり切ったっていう選択肢もいいし、あそこの動きはほぼ100点と言っても過言ではない。その後の七ダルだね。七ダルはまあ上のなんか縁が縁みたいな、縁の縁かな、あれは見てないけど、あのまああれはね、行ってたらね、あの体力面的にしんどかったもんがあったから、多分行くことはほぼ不可能に近い。ただもう一つは失敗して、ちょっとそこで失敗してるのは、あのなんか滝がね7個あるっつってね、なんか1個なんかどこか見失っていつの間にか終わってたか、もしかしたら見えてない可能性があるっていうやつだったんで、ちょっとそこが、なんか曖昧になっちゃって、って感じかな。そこがバッドポイント。まあでも7ダルは結構体張ってるし、滝にすごい近づいてったり岩乗り越えてったりな、意外といい絵面は撮れてると思う。ちょっとあとは GoPro のあのが暗い映像に後半になってないか心配。前半の3滝ぐらいはいいだろうけど、後半はちょっと心配だな。まあでも GoPro2 台で撮ってるから、なんかなんとか頑張ってほしいけどな。まあ、GoPro 両方とも暗くなっちゃうことは変わりはないんだけど。で、これ1日目は終業。この1日目が終業して、これまず反省点。1日目のね、あの渋滞とかね、交通状況がね、ちょっと悪すぎてね、あの時間使いがねできなかったからね、本来ここでねもう2カ所ぐらい回れる予定だったんですけどね、もうここ強制終了だったんですね。日が落ちるのも早かった。失敗だね。ペリーロードをね諦めてる。ここでペリーロードね、ギリギリまで行ってたからね、ペリーロード行っとく、潰しとくべきだったけど、そして今日30分ぐらいね、あの短縮できたから、ペリーロード行ってる感が、そこの間短縮して、あともうちょっと部分10分ぐらい2箇所を削っていけば金山行けたかなってちょっと思う。50分で鉱山だけでも突っ込んでいくかみたいなことができたはずで、5時に滑り込んで、それが失敗しましたね。まあそこもそんな生活が知ってたらもう困っちゃうし、ね、まあしょうがないかなって、これも妥協点かな。で1日目終了、まあ、ここまでの過程はないとして、でループ橋をあのとかはまあ後でいいや、とりあえずこれ辺いいや、1日目 OK。